完成よ。ルリさん、持ってきて。はい。サラダですよ。見た目は悪いけど、味は私が保証するわ。盛り付けは今度教えるから、今日は我慢して。ささ、召し上がってくださいまし。そんなわけないでしょ。サラダなのよ。はい、なんでしょう。どうですか？お味の方は。どこかおかしかったですか？やったじゃない、ルリさん。これも陽子様のおかげです。はい、明日の連絡はこんなところね。それともう一つ、もうみんないくつかの教科のテストが返ってきてると思いますが、この時期がどんなに重要かということを分かっていない生徒がこのクラスに2名もいます。本人たちは分かっていると思うので、誰かは言いませんが、自覚のある生徒は放課後先生のところに来るように。
先生からは以上です。自覚のある生徒か、はあ、あんたね、私がどれだけ親身になって、その態度は。またやってる。相変わらず仲いいね、お二人さん。あ、若葉。若葉も言ってやってよ、このアンポンタンに。うるさいわね。アンポンタンなんだからアンポンタンでいいじゃない。何がそんなにアンポンタンなの？さっき先生が言ってたでしょ、あれよあれ、赤点。だったら私もアンポンタンだ。え、先生が言ってた2名のうちの1人ってあたしだし。ハラショー学べ。なな、な、な、違う違うわ、断じて私のせいじゃない。私が勉強を教えなかったとしても二人は補習確定だったのよ。だから私のせいじゃないわ。違う。そうしよう、そうしよう。私のせいじゃないわ。二人とも分かってると思うけど、明日から補習です。つまんない。だってそれじゃあ真鍋がかわいそうじゃん。そうね。とにかく今回の補習を機に自分の将来についてしっかりと考えなさい。私の言いたいことはそれだけよ。そうしたいのは山々なんだけど、私にもいろいろと事情があってね。余計なこと言わない。先生がそれだけって言ってるんだからそれだけにしとこうよ。
はり。では行ってよろしい。行ってきます。ヒロシ様？今から帰ろうかと。それより何か楽しそうですね。ヒロシ様、ここは何ですか？
はい、分かってます。ヒロシ様、これは何ですか？これ。ですからこれ。何してるのかしら、マナビ君。私を探すのに研究室を荒らす必要があるのかしら。そうね、好奇心というのは科学をここまで発展させた要因の一つだものね。マナベ君、一つ質問があるんだけど、あなたの立ち位置はそこなのに、どうしてこっちのパネルがショートしてるのかしら。好奇心、こんな小さなことにも好奇心って湧くものなのよね。そしてその好奇心こそが科学の未来を切り開く大いなる糧となる。何が映っているかしらね。はい、ここにいます。体の方は大丈夫です。ちょっとびっくりしただけですから。でもあの方と目が合っちゃったような気がするんですけど。
暇そうだね。要するに暇なんしょ。じゃ遊び行こう。マナベ、麻雀のルールとかって知ってる？あたしさ、この麻雀ゲームやってみたいんだけど、ルールとかがいまいちよくわかんなくて。ねえねえ、ルール教えてよ。本当のところ、麻雀はどうでもいいんだ。真鍋、これどうすればいいと思う？何が？もう？私何もしてないよ。何もしてないのに勝っちゃうのか。それは便利だ。次も狙うぞ。さらにはご褒美をもらわなくちゃね。そうなの？よし、頑張るぞ。16連射だ。うろろろろろろろ。面白い。反応させてもらいましたよ。さよなら。Thank you.
何言ってるんですか。ここは食料品を扱うお店なんですよ。もう店長、ボケてないで早く何とかしてください。誰くん、どう？やっつけた？姫？はっ、あ、はっ、あ。